はい、今日は、このフォレスタースポーツを、高原に連れてきました、初めてです、このタイヤで、この高原、なかなかいいんですよね。なのでこれからワインディングを、思う存分ちょっと走ろうかなと思ってます。このクリムソンっていう、色ですけれども、まあ非常に気に入ってます。重みもあるし、特徴がこう際立っててですね、このフォレスタスポーツには、まあ、一番似合うんじゃないかなと思うぐらい、気に入ってます。今日はですね、なかなか忙しい日で、ちょっと6時からは、通夜式もあるということでですね、バタバタと一日が過ぎていると思うんですけれども、この絶好の天気に恵まれましたので、このチャンスを生かして、フォレスター紹介したいと思いますが、まず安物のナビですけどねそのこと言うと叱られますが、取り付けました、ね、やっぱりケンウッドのこう廉価版の場合ですと、どうしてもここの部分の仕上げがですね、最新の、最近です、ダイヤトーンからの流れですけれどもね、ああいうものじゃないので、この偏光グラスつけると非常に見にくいっていうのがこの手の難点ですよね。それから昼間に僕はヘッドライトつけて走るのが当たり前だと思ってるので、ヘッドライトつけてあげた時にですね、この輝度調節をしてもですね、このタイプはもう明るくなろうとしませんので、ヘッドライトに連動しちゃってますから、こういうところがやっぱり、なかなかね、物足りないって言えば物足りないところですよね。そしてこの純正の高いつければいいんですよ。いわゆるアウト、レボーグのあのタイプをこう使った後ですとね、やっぱり、ちょっと寂しいかなという気がします。それでここですね、もう一回ゆっくり映してくださいね。ここはですね、こう切り替えが効くんですね。マルチファンクションディスプレイで、このところにですね、これ下級機ついてるので、本当は下級機 の, あのメーターが出るといいんですけど、これ出るのかなっていうのをちょっと今、やってみようと思うんですが、知らないんですね、僕もまだ。しまった。ここを引き続けると、インフォークを押し続けるのか、これを押し続けるのか、失礼。こういうふうに変わってくるので、これでやるんだ。エアコン設定、カメラ設定、メーターの設定がないんですね。なんでだろう、これ何だろう。メーターは変えれないんか、ね、メンテナンスって、これメンテナンスが出ないな。カメラ設定面白いですね。あれ、カメラ設定ってなんだ。明るさ、
コントラスト、カメラセレクトレバー、連動というふうに切り替えれるそうですが、さあこういうことでですね、残念ながら、このメーターをですね、切り替えることはこれはできないようですね。従いまして、先ほどのちょっと物足りないなと思ったっていうのは何かっていうと、この画面でここにですね、下級圧計なんかが出るといいなと思うんですよね。でここに下級圧計が出てくるとスポーツメーターらしくなりますよね。まあ、WRX の場合ですとね、STI はここがバーンと下級圧になるんですけど、ああいうのがあってもね、まあいいんじゃないかなっていうのは希望ですよね。でいいところいっぱいあります。この何しろシートヒーター、このシートヒーター、今日はもう6度、今6度もあるんでいりませんけども、もう0度以下の時にはものすごくいいですね、シートヒーター。それからこの車にはこのステアリングヒーターがついてます。でこのステアリングヒーター、これを入れるとですね、まあ、寒い時、冷たい時にですね、ここが非常に温まるということで、素敵です。で、この高色感の、革を使ったこのステアリングホイールの大きさとか、この握った感じとか、とにかく位置とかですね、すんごくいいです。これは美点です。で、ここの素材、ここの素材ですね、ここの素材、ここちゃんとしたステッチずーっとこう入っていきますよね。このところに燃料チケットね、ここの滑りにくさとかね、そういうところがですね、上質感があって、とても気に入ったんですよ。で最初御嶽山麓を走った時に僕は言ったんですよね、この車もうちょっとこの伸び側の抑揚がクッと効くとニュル走れるみたいなことを言ったと思うんですけど、あの時にね、もう本当実は気に入ってましてね。でフォレスターは初代っていうのが実は最初出た時ストリーガーって名前で、レガシーワゴンベースにしたいな、ちょっともうちょっと違う格好してたんですけども、あこれいいなと思って、そしたらストリーガーっていうのは言葉の語呂が悪い、ストリートガールだっていうんでね、アメリカ受けが悪いからっていうんでフォレスターになって、でその企画は本当は、当然初代レガシーベースですから、インプレッサーの後継者として企画されてたんですね。ですからインプレッサーがなくなって、このフォレスターシリーズに置き換わるわけだったんですけども、ここでスバルは決断したんですね。その時そのラリーですごい強かったですから、初代インプレッサーを行けるとこまで行こうと。で、平成9年に、2月ですね、この車を初代フォレスター SF5 っていうのを出しました。で SF5 は消費税導入の直前に出てきたので、実は平成9年これ消費税がですね 5% になった時なんですけども、やっぱりスバルっていつもそういう時に車が重なるんで、まあ、今回レヴォーグはあえてそれを避けたんで良かったと思うんですが、非常に車種を制限して、絞り込んで、出してきましたよね。でスポーツビークルっていう名前のごとくですね、ターボがすごく特徴的でしたので、性能良くてですね、でハマートロフィーをインディアプリスのスピードウェイで取ったりしてですね、松田さんっていうドライバーが、松田秀志さんだったかな、ハマートロフィーを取って、そういう記録当時は、取らせてからデビューさせるっていう一つの因がありましたのでね、フォレスターは早速とデビューしたわけですね。で確かに面白い。でそれをローダウンする、インディアナポリスを走ったような風にローダウンするっていうのが全くおしゃれで、それをやりました。
でまだメーカーが出す前にやったんですけども、気持ちいい車で、インプレッサのですね、あの RA の、あのバネを使って下げたんですよ。面白くてね。そしたら後になってクロススポーツっていうのが出たり、初代でも STI のタイプ RA っていうのがまさにあの WRX の STI のイメージで限定生産されたりして、あれ買っとけばよかったんですけどね。あれは失敗しましたけどね、買わなかった。今でも持ってたらよかったと思うんですよね。初代で残すべき車はあの STI の RA ですよね。あれをまあああいうのに乗ってこれはすげえなと。で2代目も良かったんですよ。2代目にこの乗り換えた時にですね、初めて乗った時に高速道路の、東名のですね、御殿場のこっちから行くと御殿場から東京向かっていく先にあるあの下りのこのピューンとちょっとバンクして下っていくところを、SG5 でこれ XT でしたけどね、 2.0XT ぐーっと降りてたんですよ。ちょっと人には言えないですよ。いや、あの時惚れましたね。この車すげえと思いました。さすがだなと。さすがその戦闘力オリエンテッドの会社は違うなと思ったっていうのが、いい思い出です。で3代目大成功したんですけど、実はですね3代目を最初に見た時は、全然気に入らなかったんですね。なんだこれ、ちょっと三菱っぽいフロントフェイスで嫌だなって思ったんですよ。でそれから値段の決め方がやっけにね戦略的でね、なんでこんな値段の付け方をするのっていう変な安売りをする車で文句言ったんですよね。何この値付けの仕方って言ったら、いいじゃないいいじゃないってね、当時ねロードマンだったのはね杉山さんっていう人でね、今ね部長さんのはずですけどね、あのお父さん名古屋スバルの社員でね、うちの父とねめちゃくちゃ仲が良かったんですけど、その人もね年頃の僕と一緒だし、今スバルの部長さんやってて、その人がねちょっとたまたまね東海地区のロードマンで、僕はその人に堂々とずぶとく言ったんですよね。何この値付けの仕方間違ったんじゃないのって言ったらね、嫌な顔しましたね彼は ね本当に嫌な顔してね、いいじゃんって言いましたけど、まあいいじゃんの通りで、これは国内営業喜びますよね。バンバン売れましたよね。まあ、なんでそう言ったかっていうと、4速 AT なんか使うなっていう意味合いで言ったんですよ。安売りしやがってって ね、5AT どうして使わないんだって思ったんですよね、まあそんなね、いろんなねことがありましたけどね、で 5AT 乗せられるわけですよ。あのレガシーやりましたからね、すでに。まあいろんなそういう思惑があったんですよね。さあそういう流れの中で、次に出てきたのが SJ5。 こいつは良かったですよね。今でも好きです。 SJ5 はあの本当に、最高だと思いますよ。もう車のベースが変わった感じがしましたのでね、こいつはすごいと。でもね岐阜県の人たちね、それ気に入らなかったみたいでね、顔が気に入らないとかね、あのターボ車のね、岐阜県の人っていうのは岐阜県の、まあ、僕らの同業者、最初見た時にね、僕はこれいいって言ったらね、なんかねあのターボ車のフロントの、 あの、デイライトが縦についてて、ヒゲみたいで見苦しいとかね、なんかそんなことねおっしゃってたのを思い出しました。僕はすごくいいなと思ってね、顔が2つ分かれてるし、でやっぱりあれは世界でねあのヒットしましたよね。でそして、そういう大ヒット車の後にこの車出てきたわけで、そりゃあね失敗できないですよね。失敗が許されない、車を開発しなきゃいけない、まあ、布目さんの気持ちは痛いほど分かるんですけどもね、まあ、出た時の印象はまだ完全にやりきれてないなっていう、SH から SJ に変わったようなですね凄さっていうのは、実はそのグローバルプラットフォームを得た割には感じなかったんですね。でもその後電動車を出してきた、あなるほどなと、こっちに力をかけてるのかと。で電動車出したおかげで、スバルは、まあ、あの出遅れずに済みましたよね。なるほどと、そういう戦略ならばありだなと感心してたんですよ。で
よいよ、満を持してこのターボがね、またね、レボーグに乗せる予定のエンジンがね、これに乗るわけじゃないですか、先にね。ちょっとね、最初はね、それありかやと思ったんですが、今事情を知るとね、しょうがないですよね。これはもうやむを得ない。ということで、このスポーツが出て本当に完成した感じがします。さあ気持ちよく走らせましょう。途中でね、終わっちゃうかもしれません。でその時はごめんなさいね。今日はこんなにいいね天気ですからね、気持ちよく走らせて、この音をね楽しんでいただきたいと思います。やはりですね、なんと言いましても、自動車はですね、走ってなんぼ、ね、走ってなんぼのものですよ。こういうふうに回転を使うときは本当は S モードにするといいです。S モードにするともっと楽しく走れると思います。今 I モードです。はい、ということでですね、そろそろ時間だと思います。今日はですね、実はもう一本撮る予定ですので、ね、もう一本撮ります。お楽しみに。終わります。